12月4日月曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外まだ真っ暗ですね。気温は 6.5 度、北の風 4.1 メートル。浜松町ラジオ機のあなたの周りはいかがでしょうか。どういうお目覚めですかね。今朝の関東地方内陸部中心に冷え込んでますね。どうぞお出かけの方暖かくしてお出かけください。今日昼頃までは晴れるところ多いんですが、天気下り坂、午後雲が増えてくる見込みです。最高気温は東京、横浜、埼玉、前橋14度の予想です。夕方から夜ところどころで雨が降りそうです。折りたたみの傘があった方が安心ですね。東京地方今日は晴れのち曇り、明日は晴れ時々曇りという予報です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常念さん、お月さん見ました？いや見てないですよ。あ、見てない。なんかあれもったいないな。何だったんですか？今年一番大きい満月だったんですよ。あ、スーパームーンですか？そうそう、スーパームーン。もう何回か見たからいいですよ、もう今年で。もうそれも今日も本当に朝ね、こんなもう早く来なきゃいけないっていうのでね、もうそのプレッシャーでもう昨日はもう夕方6時ぐらいにはねもう寝ようかと思ってね。お、いいんじゃないですか？いや嘘ですよ。眠れるわけないじゃないですか、夜夕方6時に。もうね本当に何なんですかこれ、まだ夜ですよ。いや、まだ残念ながらね。しかももうクソ寒いしね。いや寒い、今朝は寒い。これ今日月曜日ですよね、しかももう12月になっちゃった。そうです、今年も終わりですよ。まあ1ヶ月切りましたもんね。本当世間ではね仕事納めということでね。まだですよ。早すぎますよ。大体20何日でしょう、カレンダーでいくと28日ぐらいかな。あ、そうですか。じゃあもう前倒しで今日から仕事納めということで、ちょっと3週間ぐらい早いですよ。もう納めて、もうこの3週間疲れを取ると、1年間のね。いいね、冬のバカンス。もう冬のバカンスでねいいんじゃないかなとね。もうバカンスでもう本当バカみたいになってしまうみたいな。本当にね、バカでござんすりゃ。いや本当ですよ。いやもうそれぐらいね、もう今年一年皆さんお疲れだと思うんで、今日はねもう本当会社はもう勇気を持って休むということでいいんじゃないかなと。いやいやいや、まあどうせほらあのさっきの交通情報でもね電車ほとんど動いてない。いやいや、さっき交通情報しっかり動いてます。あれ、順調ですよ。私の耳には全部止まってるようにしか聞こえなかったんですけど。あ、そうですか。今日も遅延証明段ボール5箱ぐらい持ってきた。それはね、またあのまあ次回にも使わなくていいと思いますけど。なんかもうあの文化放送にね電話が鳴り響いているということでね。本当にあの通販番組ね、あと30分出しますんで。電話が鳴り響いてるってのはどういうことかって、人がいないってこと。あと30分ならね、あのあれで普通1枚の遅延証明とかね、今なら3枚あの30分だけ の, あのスペシャルサービスタイムということ。そんなとこでサービスしてどうするんですか、常念さん。1枚リクエストいただくと3枚ついてくるみたいな。別に有料でもないしね。ダメですか？ダメです。わかりました。元気に頑張ってまいりましょう。そうですか、もしかしたら年貢の納め時ということですかね。年貢、お代官様は年貢を納めますってことですかね。あと一月頑張ってほしい。いやもう恐ろしいパワハラ放送局ということが判明しましたね。いつか訴えてやると思う。共に頑張っていきましょう。共に頑張っていかなくてはいけませんよね。さて、今朝もいろいろなニュース入ってるんです。これ毎日新聞の一面ですね。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの娘キム・ウンギョンさんの夫の父親が帰還事業で北朝鮮に渡った在日朝鮮人だったことが関係者への取材で明らかになったというニュースなんですね。なるほどね。もう一回いきますよ。これ一回聞いただけじゃ分かんないと思うんです。先日ですね、11月15日に拉致されてから40年が経った横田めぐみさんがいらっしゃいます。で、横田めぐみさんは生きているなんていうね、そういう話もかなり強くなってきましたけれども、その横田めぐみさんの娘さんがいますよね。日本にも来ましたよね、一時。で、その娘さんの旦那さん、旦那さんのお父さんです。お父さんが帰還事業で北朝鮮に渡った在日朝鮮人だったことが、明らかになったということなんですね。これ帰還事業っていうのは、北朝鮮が地上の楽園で素晴らしいところだっていうフェイクニュースですよね。当時朝日新聞が一面トップで何回も報じて、未だに訂正も反省も謝罪もしていないフェイクニュースで騙された在日朝鮮人の方々が北朝鮮に戻って、で結構行方不明になっちゃったという恐ろしいですね。もう集団拉致事件ですよこれ。在日朝鮮人の方にとってもね、とんでもない人権侵害なんですが、朝日新聞はいまだにこの件に関して謝罪も訂正も反省も一切していないと、もうとんでもないフェイクニュースだということで、平戸市の市長がですね、もうこんなね、もうあの捏造報道ばっかりしてる新聞は公共性の原則に反するということでね、もう朝日新聞の購読やめたそうです。平戸市では平戸市長が、あの市役所とかそういうの取るのね、これ非常に勇気ある動きだなと。もうこの要はそのフェイクニュースを流すのは人間だから間違いない。まあね、
ね、仕方ないですけど、うん、訂正も反省もしないし、人死んでますからね、うん、ちなみにプロレスラーの前田明さんのおじさん、はい、あのこの方もあの前田さん自身も在日朝鮮人で日本人に帰化された方ですけど、はい、前田明さんのおじさんがこの帰国事業を騙されて、で前田さんのね親戚集め行くなと絶対騙されるぞって言ったんですけど、はい、行っちゃったらしいんですよ、はい、そしたらね行方不明だそうです今ね。あらら、そうなんですよ、これもうね人死んでますよこれ、とんでもないフェイクニュースですよね、うん、で未だにその、まあ、森友学園問題なんかでね、まあ、嘘ばっかりあの放送あの報道してますけれども、うん、これに関しても一切反省がないと、で、まあ、衆議院議員の和田政宗さんなんかにね、はい、何度も指摘されてますよね、安倍晋三記念小学校っても嘘でしたよね、はい、あれもね改正小学校、改正小学校です、あれ本当どう見てもね、安倍晋三記念小学校9文字ですよ、改正小学校5文字ですよ、入るわけねえじゃんみたいな最初からこれ言われてたんですよ、でこういうのいっぱい出てきてるわけで、で全くその朝日新聞っていうのはこの機関事業と同じでね、反省も謝罪もしないということは本当恐ろしい新聞だなと思いますね、はいはい、で今回の記事は毎日新聞の一面なんですけども、はい、毎日新聞は横田めぐみさんのこの娘さん一家と日本との関わりの深さを示す新しい事実、風化が心配されている拉致事件への関心を改めて高め解決させるきっかけにならないだろうかというふうに、いやーこれはね、難しいでしょう、簡単にはいかないですよね、まあ、あの国は本当にまあ、普通のですね対話が成立しない国ですから、はい、今だって核兵器で全世界を脅してる国でしょ、なぜ毎日新聞はこういう甘いこと書くかなということですよね、どんな意図があるんだろうと私はね勘ぐってしまいますよね、むしろね、はいはい、今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、ハッシュタグは TERA1134、 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 埼玉中央から川越藩のオクラ米新米5キロプレゼントします。川越藩のオクラ米、清流豊かな荒川を越えた埼玉県米どころ川島町で生産されています。生産農家が丹精込めて育てたお米、産地で精米しています。この川越藩のオクラ米、たくさんのご応募お待ちしています。当選者の発表はエンディングで。時刻6時7分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分です。12月4日月曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。改めて常念さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。常念さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。産経新聞、北朝鮮アメリカ側との会談8回提案。北朝鮮当局者が10月上旬アメリカの与党共和党系の研究者と接触し、北朝鮮外務省の北米局長との会談持ちかけていたことが3日に分かりました。これは核ミサイル開発へのトランプ政権の出方を探る狙いがあるとみられ、今回だけで今年だけでですね8回、仲介者を通じて北朝鮮高官との会談を提案されたということなんですが、提案は拒否したということです。北朝鮮側からアメリカとの会談をしかも8回提案しているということは、まあ、これ対話をする気があると見られるんですけれどもね。まあだから都合のいい条件をアメリカに飲んでもらった上で対談しようとしたので、それで拒否されたということだと思います。まあ要は核兵器の、はい、まあその所持をですね、まあ認めて北朝鮮のまあその、存在ですね、はい、安全を保障せえという前提で、まあそのアメリカを攻撃する ICBM は持たないかもしれないみたいな、そういうことやろうとしたのかもしれませんね。まあでもアメリカは同盟国との関係上そんな飲めるわけないので、断ったと。あ、そういうことなんですね。いうことだと思います。ただ会いたいじゃなくてね。はい、だと思います。条件がついてるってことなんですね、はい。核放棄するから会ってくれって言ったら多分アメリカ会ってると思うんで、そうですね、核放棄を条件としない、まあ会談の提案だったのではないかと。はい、だから、はい、まあ、8回の向こうから北朝鮮側から、はい、アメリカ側に来たけれども、まあ、それは蹴ったということなんですね。そうですね。これね、10月上旬にね、CNN あたりが結構報じてまして、アメリカのですね、まあ、要はそのシンクタンクですよね、を通じてですね、そのまあ、いろんなその北朝鮮の、元ですね、国際機関の職員ですね、こういう連中が接触をしてきてるっていうニュースがありました。すごい、いろんなところに来てると。で、ここの何でしたっけ、この何財団でしたっけ、カーネギー国際平和財団。カーネギー
ギー国際平和財団以外のところにも、はい、いっぱいこういう話は持ちかけられていたみたいですね。そうなんですか。はい。で、北朝鮮の人でもね、一応国際機関の職員として、まあ、ほとんどスパイだと思うんですけど、国連人とかいるんですよ。で、こういう奴らが、まあ、北朝鮮戻ってですね、まあ、アメリカとのパイプがありますので、まあ、こういう人たちが、こう、政府の意向を忖度してですね、こういう球を投げてくるわけですよね。で、アメリカ側には、まあ、特にこの情報はキャッチされて、テレビでもニュースになっちゃってましたんで。そうですか。はい。で、その時も不調に終わったっていう話でしたが、まあ、改めてこれを確認したってことじゃないですか、産経。それがまた出てきた、はい、ということなんですね。はい、さて、その北朝鮮なんですが、北朝鮮の中央通信3日、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長がタイヤ工場を視察したと報じました。北朝鮮先月29日に発射した新型の ICBM 火星15の移動式発射台に使われたタイヤ、これが製造されたとされています。北朝鮮は火星15発射した際に発射台の車体、あとエンジン、タイヤなどすべて国産化の突破口を開いたと主張しておりまして、金正恩委員長のタイヤ工場の視察、まあ、これを報じることで国産化の達成を示す狙いがあると見られています。まあ、これまで片側8つだったタイヤがね、9つに増えた、はい、発射台のね、はい、その移動式発射台というふうにも言われてますけれども、はい、この北朝鮮の動きですが、これいかがですか。いや、北朝鮮であれなんですね、ゴムの木が生えるようになったんですね。あとあれですか、そのタイヤね、発射台動かすガソリン、はい、あ、なんか石油も取れるようになったんですね、北朝鮮ね、独裁者が一言言うと石油湧いてくるんですね。面白いですね。はい、これでもねまだそのね、輸出ストップというね、はい、輸出輸入をもう遮断しろって言ってるけども、いろんなとこから入ってきてるってことなんですね。まあそうですね、だから、ね、国産化はさすがにゴムの木はないので、できてないので、はい、まあ在庫を使ったのか、どこからまだ入ってきてるのかっていうことだと思いますね。いずれかですよね。はい、はいはい、続いてはこちら、日本経済新聞、法人税実質負担 20% に。政府は積極的な賃上げなどに加えて、あらゆるものがインターネットにつながる IoT など革新的な技術に投資した企業の法人税の負担、これを実質 20% 程度に引き下げる方針です。今週の金曜日8日の閣議決定を目指す生産性革命の政策パッケージに、集中投資期間と定めた2018年度から2020年度までの次元措置として盛り込むというものです。原案では賃上げ、あと設備投資に積極的な企業の税負担を国際競争で十分に戦える程度まで軽減すると明記しています。そして就職後に必要な技能を学ぶリカレント教育をはじめ、人材投資に前向きな企業の負担の軽減、これを深掘りするとして、条件を満たせば一定額を法人税の税額から控除し、 20% 台半ばまで負担を軽減するということです。さらに IoT、 あと人工知能 AI への投資を念頭に、革新的な技術を使って生産性向上に取り組む企業には、この税の減税のですね、幅を上乗せすると。そして減税の条件を賃上げ、設備投資と革新的な技術への投資、まあ、この2段階として、これらを満たせば実質的な税負担を 20% 程度まで下げるというようなんですね。この日本の法人税の税率、来年度に 29.74% まで下がる予定なんですが、まあ、これよりもさらに下げ幅を広げるという方針です。ジョネさん、これいかがですか。まあ、アメリカがね、はい、税制改革で法人税 20% に下がりますから、はい、下げた方がいいんですよ。で、この措置はね、僕はやらないよりはマシだと思うんですが、いまいちです。ああ、今一つ。はい、なぜかというと、条件つけすぎですよ。でね、しかも AI と IoT とかね、もうだからもうそういう流行りもんでさ、やめてよって思うんですよ。これ昔ね、日の丸メモリーとか言って、ディーラムにアホみたいに投資してる時に、東芝がですね、開発したフラッシュメモリーという技術が、これがですね、韓国にただ同然で流出するんですよ。で、それなぜ流出するかというと、東芝がこのフラッシュメモリーの価値を全く分からずに、もうくれちゃうんですよ、ほとんど。そうしたらもうサムスンが死ぬほど投資して、で、フラッシュメモリーで東芝はボコボコにやられてしまうわけですよね。で、これまさに同じですよ。あの頃はディーラムって言ってたんですよ、メモリーね。で、今度はもう IoT だ、AI だって、そう、流行りもんで、ほらもう、官僚が鉛筆なめなめやってるわけでしょ、商売やったことない奴らが。ダメなんですよ。何が来るか分かんないんで、こういう枠作っちゃダメなの。もうラーメンへの投資だって、これ減税しなきゃダメですよ。はい。ラーメンだっていいの。なんだっていいの。その野菜でもいいし、もう新しい農薬でもいいし、もう何だっていいんですよ。もうとにかくもう企業活動全部 20% で法人税すればいいじゃんと。そしたら何でもいいから投資活発化して、で、なんかもう意外なところから技術出てくるんですよ。例えば半導体のシリコンウェアかなんかに、こう、すごくこう、ちっちゃい基板をね、プリントする技術って
あれ写真の技術から出てきてるんですけど、あれ日本の会社考えたんですよね。でまさか写真がそんなに使えるなんて誰も思わないでしょ、はい、まさかこんなのがこんなに使えるって誰も思わないやつをやんなきゃいけないのに、IoT と AI とか決め打ちしてどうすんだよと。ピンポイントはダメってことなんですね。ダメなんですよ。大体だって官僚がそんなね、企業育てるぐらい頭いいんだったら、お前が会社やってさ、儲ければいいじゃんって思うでしょ。でもやらないでしょ、できないんですよ。偏差値の高い大学出てもね、商売通用しないの、厳しいの。わかったって感じですよ。やってみと。悔しかったらじゃあラーメン屋で大成功してみと。はい、ラーメン屋以外でも何でもいいやと。はい、とにかくなんか会社って大成功してみと。はい。いう話ですよ。で、結局ね、現行大成功した人とかもね、偶然の要素がやっぱ結構多いんですよ。はい、だから、たまたまね、金持ちになった人も、累進課税でたくさん税金払いましょうと。はい。いうこういう経済理論があるぐらいでね。なので、これ、なんかちょっと決め打ちして減税ってやめた方がいいですよ。全員に減税いいと思います。条件つけずに。はい、幅広くね、はい。いいと思いますよ。やるんだったら。美味しいチャーハン開発したって減税でいいんです。はい、はい、はい。続いてはこちら。読売新聞。東京電力45社半減へ数千人を配置転換。東京電力ホールディングス、現在ある45の社を再編統合し、半分程度に集約する方向で検討していることが分かりました。支社の従業員およそ1万5000人のうち、数千人程度を新規事業に配置転換する方向です。東京電力福島第一原発の事故に伴って、事故のこの処理費用22兆円程度のうち、廃炉費用賠償金で16兆円、これを負担する必要がありまして、これらのですね、お金をどうひねり出すか、捻出するかが最大の経営課題となっています。大規模なこの組織の再編で収益力の向上につなげる狙いがあるということなんですけれども、この東電の方針ですが、ジョンネさんいかがでしょう。はい、私はですね、エネルギー安全保障の立場から原発は再稼働すべきだというふうに思ってはいますが、とはいえですね、この原発の事故が起こった時には、実はもうこういうことですね、事故が起こった直後にやった方がいいって言ってた立場なんですよ。ね、要はその国有化とかじゃなくても、私的に整理をして、もうその賠償金払って、で、もうこれで払い切れないので、すいませんつってもう万歳して、万歳した上で、送電会社をね、作ると、送電はね、絶対キャッシュフローあるんですよね。これは東電しかできないですから。で、送電会社のキャッシュフローと、あと発電会社はまあ多分分割して、原発とそれ以外と。で、原発はもう国有化するしかないですよ。で、原子力賠償基本法というね、原賠法がですね、非常に曖昧な規定になってまして、最終的に全部国が保障するんだか民間会社がやるのかよくわかんないみたいな、曖昧な規定になってるので、まあ今回の事故をきっかけにね、もう原賠法も改正して、もう国が全部保障するってことでやったらと、そういう安全安心な体制作った上で原発推進したらって思ってたんですけれども、なんかちょっとそっちの方向に少し向いたなと。思いますね。はい。要はだから、こう、あれでしょ、送電とかちゃんと、採算取れる方に人を集めに配置して、で、発電の方は結構今競争激しくなってきてるんですよね。そうですね。そうなんですよ。なので、まあちょっとそういうので、結構収益力が厳しいので、そっちは人の言うあんまりありませんよ、みたいな、まあ流れになるんじゃないかなと思いますね。まあ去年4月に電力小売りのね、全面自由化っていうのがありまして、東京電力の営業エリアの首都圏は、250万件以上の家庭向けの電気契約、東京ガスなどの新規参入企業に奪われる、まあ、こういう逆風も吹いてると、まあそうですよね。いうことのようなんですね。まあこれで電気代が安くなればいいんですけどね。はい、でも再エネのねおかげでね、あれ皆さん見てます？電気のよく明細。明細ね。そうそう。再エネのほら、課徴金というか、加算金あるでしょ。あれが多分1600円かな。結構高いんですよ。で、再エネいいんだけどさ、ちょっとそれ、もうちょっと採算取れる形でやってくんないと。で、僕が提案してるのは、これ政府とか、他の野党とかでもほとんど全部方針同じなんですけど、原発今すぐは止めるの難しいんですよ。だとりあえず、代替エネルギーがしっかり開発されるまで動かして、動かすとほら、あれじゃないですか。結構儲かるでしょ、儲かった分から、その再エネの分さ、国民に負担させるんじゃなくて、電力会社出せよっていう、そういうプランを言ってる人結構いっぱいいるんですよ。だそのためにも、今は一時的にでも動かした方がいいという立場のさ、あんだけあるしね。動かせば、お金、ね、ガチャガチャ入ってくるわけですから、なんでそれを使わないで、ね、利用者に負担させんのって思いますよね。これはまあ、電力会社もどうこうできないんですけどね。国でそう決まってるからできないんですけど、ちょっとそれちゃんと考えた方がいいなと思います。はい。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。この時間、常念さんにお伺いするテーマ、こちら。電波オークション導入の是非。
菅官房長官、先週の火曜日記者会見で政府の規制改革推進会議が安倍総理の成長戦略の一つとして議論している電波オークションの導入について、電波は国民共有の財産であり有効利用されることが極めて重要だ、規制改革会議から積極的な提言を期待するとともに提言を踏まえ電波を効率的に利用する方策を検討していくと話して前向きにな姿勢を見せました。この電波オークションというのは電波の周波数のですね一定期間の利用、この権利を競争入札で決めるという方式なんですね。OECD 経済協力開発機構加盟国の例えばアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど、先進国で実施されています。というかね、導入してない国は、3カ国ぐらいしかないです。日本も逆に考えたらいいですね。逆に考えた方がいいです、全部やってますほとんど、で日本はですね原則総務省が審査して選ぶ比較審査方式というのが採用されています。旧民主党政権時代に電波オークションこの導入というのは検討されたものの当時野党だった自民党の反対などで審議されず廃案となっています。痛恨のミスでしたね自民党ね。この時やっときゃよかったのに。これ電波オークションジョネスさんちょっとお話いただけますか。これはですね、電波というのは、物理的にもう帯域が決まってるんですね、これしかないっていうのがあるんですよ、で国民共有の財産ですから、これをですねよりたくさん税金が払える人に払ってもらうのがいいですよね。でなので、要はオークションしちゃおうと、要は国有地の入札とかと同じですよ。今森友学園の問題でね、なんであれが問題かっていうと、あれ本当は競争入札でよかったんですよね、ところがゴミ埋まってるんで、競争入札やるとゼロ円になっちゃう可能性があると、むしろお金ちょうだいとゴミ処理費用ちょうだいになっちゃう可能性があるから、近畿財務局の人がですね籠池さんって人が現れたんで、こいつに騙して売っちゃおうと思って横島のことを考えたところから問題が始まったんですよ。安倍総理の会は一体どこに出てくるんだみたいな話なんですよ、なんですけど、それと同じでですね、電波っていうのも本当だったらちゃんとね入札をして、ね、でこれもう何千億とかで売れるもんなんですよ、帯域を年間ね、そういう風にして国民共有の財産ですからしっかりお金取るべきなのに、なんと今のテレビ局、そしてこのラジオ局もですねほとんど電波料を払っていないという、この放送もただ乗りでございます。皆さんすいません。待ってください。それは言い過ぎだと思います。それはちょっと訂正させてください。だってねNTT ドコモとかね何千億払ってるんですよ、2000億とか払ってるんですよ、ところがですね、このすぐ近くにある日本テレビ、すいません日本テレビさん、5億円ぐらいしか払ってないんですよ。潮止めですね。潮止めです。で日本テレビが5億円で一番民放で払ってる方で、あと結構払ってないんですよほとんど、テレ朝とかも全然払ってないの、売上何千億もあるのに、数億しか払ってないんですよ、ありえないですよ、で携帯電話我々料金にね電波料乗ってるわけですよ、ね、ところがもう地上波は全くそれを負担していないと、テレビ局ラジオ局もそうなんですけどね、でこれはやっぱり大分な負担をやっぱ求めるべきだろうと、ね、だって日本テレビなんて消費税増税が必要だとか言ってねニュースゼロでいつも言ってるじゃないですか、だったらお前ら電波料払えよという話になりません、ね、国民共有の財産ただで使わすなんて義理はないですよっていうことですよね、ちょっと個人的には勉強不足で申し訳ございません。まさかラジオ局にも一言が飛んでくるとは。わからないんで勉強不足で申し訳ありません、ということそうなんですね。これね、本当やらないとね、何が問題かというと、全世界的な流れは、多極化、多チャンネル化っていう流れがあります。世界全体の流れ。で、テレビとかオーディオ機器も全部それに対応した方向に今進化しています。ところが日本だけは、このヘンテコなですね、この電波、ね、比較審査方式という電波のこの既得権と、これに、こう、被せるようにね、決まっているテレビの企画があるんです。アライブっていう企画があるんですよ。で、この企画でですね、もう地上波っていうのは、もう神のように正しいことを伝える電波だっていう、変なね、こう定義付けがなされていて、で、例えば皆さんのね、ご自宅にあるデジタルテレビのリモコンね、地上波のボタン、例えば NHK ね、東京だと NHK1 でしょ、1から10億人にこうやって上げていくじゃないですか、そうするとね、結構上の方のチャンネルまで行くと、また NHK に戻りますよね、これ、ありえないんですよ。普通はこういうのありえないんですよ。海外のテレビはそのままね、例えば地上波で20チャンネルぐらいまで行ったら、21、22、23、24ってもうそのまま700チャンネルとかぐらいまでぐーっとこう、順送りできるんですよ。要はね、地上波、BS、CS、ネットっていう垣根がないんですよ。これシームレスって言うんですけどね。そう、ないんです。で、見る方にとっては、それがどんな伝送方式であるかなんてどうでもいい話じゃないですか。見たいテレビチャンネルを見る。以上ですよね。で、そのことにそのテクノロジーの側はどう答えるかというと、見たい番号が例えば013チャンネルだったら、013って押せばその見たいのが出ますよと。で、プリセットのチャンネルしたければ、それがリモコンで設定できますよと。で、最初に初期画面でそういうのが設定でき
できるように丁寧な説明がありますよ、うん、これでユーザー十分じゃないですか、はい、なのにね、日本のテレビはスイッチ入れた瞬間に地上波が映んなきゃいけないみたいな変な企画があるんですよ、しかもね、リモコンキー ID って言ってね、リモコンの1チャンネル関東の場合 NHK、はい、自動セットやると NHK1 入るでしょ、あれ既得権なんですよ。ほー。リモコンキー ID ってアライブって企画で決めてるんですけど、これ全く何の根拠もないです、はい、アナログ時代にテレビ見てた人が、うん、ね、1がだから NHK だったから1ってやると分かりやすいとか、はい、でデジタルになったらほら7チャンネルとかに変わったテレ東とかもありますけど、はい、そういうのもあのリモコンキー ID の権利ってどうやって決めてんのって話ですよね、はい、そもそもリモコンキー ID いるのかって話ですよ、うん、NHK って物理チャンネルは47チャンネルですからね、047で NHK が映るでなんか問題あんのと、はい、でそれを1にセットしたい人は各自やればいいわけですよ、うん、で例えばスカパーのフォックスチャンネルをね、ウォーキングデッドとか見たいから俺は1にしたいって人は1にセットできてもいいじゃないですか、はい、できないんですよ。 CS って切り替えてボタンを押さなきゃできないっていう非常に利便性が悪いんですよね、これ全部がこの既得権に被せてきたこの企画のせいだということで、非常に大きな問題を実ははらんでいます、日本のテクノロジーの進化を阻害しています、ということで、はい、また後ほどお話をお伺いします、はい、時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済評論家、常念司さんです。今朝もいろいろなニュースが入っていますが、日本経済新聞です。日銀の資金供給が鈍ってきたという記事がありますね。市場に供給しているお金の量の増加額、1年前と比べると、11月 51.7 兆円にとどまり、2013年4月の異次元緩和開始以降では、事実上最も低くなりました。物価がなかなか上がらない中、金融緩和、この軸足が量から金利に着実にシフトしていて、市場では将来の緩和縮小に向けた地ならしではないかとの見方も出ているという記事ですね。いやー、デタラメな記事ですね、相変わらずね、まあ、あの 51.7 兆円に減ってるっていうのは本当なんですけれども、はい、物価がなかなか上がらないなら、はい、これ多分80兆円で、はい、今までみたいに80兆円では足らないので、160兆円にした方がいいっていう気持ちはいけないんですよ。それはなんで量からあの金利にシフトしてなんみたいな、こんな言い方するんですか。まあイールドカーブコントロールのこと指してると思うんですけどね、はい、でこれでは生ぬるいということで、新しく審議員になった片岡さんがね、はい、もっと金融緩和できるはずだっていう提案を今しているので、はい、そちらを注目すべきなのに、なぜか、あの日経新聞はですね、量的緩和をやめさせたいみたいな、それはあの日本に200人ぐらいしかいない債券ディーラーというですね、まあ、ゾンビどもがいるんですけども、まあ、こいつらが作ってるゾンビ村、通称に日本債券村と言われてるんですが、こいつらの利害を代弁しているだけだということで、日経新聞は読者の利害よりも、その日本債券村の200人ぐらいの債券ディーラーの意見を代弁している新聞じゃないかというふうに疑われても仕方ないですよ、はあはあ、はい、これは、ね、こういう書き方しちゃいけないですよ、事実をちゃんと書いてほしいですね、はい、まあだってね、先ほどあのジョネさんもおっしゃいました異次元緩和っていうのがあって、はい、まあ、それも絶えず80兆ぐらいはね、そうあのぶっ込むんだと、そうですね、いうことが言われてましたよね。これ30兆円ぶっ込めないんだったら、私日銀総裁いつでも交代しますよ、私国民一人当たりね、毎月30万円配れて公約してますから、それぐらいぶっ込んだら物価なんかすぐ上がるんですけど、なんでそういうことを書かないのと、ね、貨幣数量説といってですね、お金を吸ったら物価が上がる、当たり前なんですよ、お金吸って物価上がらないんだったら素晴らしいじゃないですか、ね、税金取んのやめてお金吸って税収にしたらって話でしょ、そういうもう何ですか、これバーナンキの背離法といってですね、ごくごく当たり前の常識ですよ、なんでそういう常識というかね、経済学200年の、まあ、この知見ですよね、それを日本経済新聞という経済を名に冠した新聞がなぜそれを書かないんですかと、はい、それ隠してるっていうふうにね思われてもこれじゃ仕方ないですよというふうに思いますよね、はい、はい、さあそれではここからはですね、常念さんにこのテーマで話を聞きます。新型 ICBM 発射後の北朝鮮をめぐる動き、北朝鮮が先月29日およそ2ヶ月半ぶりに弾道ミサイルを発射しました。高度は 4475km と過去最高で、およそ 1000km 飛翔して青森県の西およそ 250km の日本の排他的経済水域内に落下したと推定されています。政府はこの弾道ミサイルについて複数の推進装置を備えた多弾式の新型の ICBM 大陸間弾道ミサイルで、射程距離は1万2000キロから1万3000キロに達し、ワシントンを含むアメリカ全土、あとロシア、ヨーロッパも射程に入るという見方を強めています。この先日ですね、北朝鮮に中国習近平国家主席の、その特使が行ったんですけれども、結果的には効果なかったっていうことのようなんですけれども、ね、はい、この今回のこの大陸間弾道ミサイル発射、はい、ジョネさんどういうふうに、いや、これは
この間ですね、はい、米中首脳会談あたりから、ちょっと風向きが変わってきまして、はい、あそこまではね、核実験をまあ、60日間停止すると、対話に応じてもらえるかもしれないという、はい、希望的観測のもと、やってみたんですが、はい、結果としてですね、まあ、米中首脳会談が行われ、で、首脳会談は一体何を決めたんだって、なんかね、もう本当に新聞テレビがピンボケな記事ばっか書いてたんですけど、実際には、まあ、圧力強めるっていうことで、一致したというか、もともとアメリカがね、武力交渉した場合に、チャイナは中立を保つっていうね、ことを、まあ、往復書簡やってるんですよ。公開往復書簡を、皆さん気づいてないかもしれないですけど、環球時報とウォールストリートジャーナルの間で、もうとっくに公開往復書簡をやって、で、チャイナは、要はその体制転覆をしないんであれば、中立を保つ、で、アメリカは了解したっていう、もうやりとりがあるんです。で、それを、まあ、大統領と、まあ、独裁者の習近平の間で、確認をして、で、確認した上で、一応まあ、その特使が言ってですね、お前亡命するかなんかした方がいいんじゃないの、と、ね、言ったら、やだよと言って、拒否ったんで、じゃあしょうがないということで、少し物資をですね、まあ、チャイナが真面目に経済制裁を、まあ、やるようになったら、どうもガソリンがなくなったからかどうかわかんないですけどね、船がやたら漂流するようになって日本に漂着するようになりましたよね。で、それでアメリカがもう即座に、テロ支援国家再指定、やりましたよね。そうすると、北朝鮮はこれどう反応するかですよ。なめんじゃねえって言いたいですよね。でも、口で言ってるだけだと相手にされないですから、ポチッとなってやっちゃったんですよね。それが今回の ICBM です。そういうことなんですよね。で、まあ、今回発射された、この火星15型と言われてますけれども、ミサイルのこの能力はこれかなりやっぱり上がったと見なくてはいけませんね。これなんかね、分裂して、大気圏外で分裂して落ちてきたので、当初多弾頭型かと思って、ちょっとかなり緊張が走ったんですが、多弾頭ではなくて多弾式ですね。まあ、三段ロケットみたいになっていて、で、まあ、それで、まあ、弾頭が、再突入した時にどうもなんかやっぱ壊れたみたいで、壊れたみたいですね、なので、まだ再突入技術は獲得してないだろうというところなんですけれども、もうこれ時間の問題ですよね。はい。となると、これアメリカどうすんのと。そうですね。ね。これでも本当だったらね、これ海上自衛隊のね、伊藤俊之さんなんかね、元海上自衛隊の提督ですけど、言わせるとですね、こういう実験ってね、100回ぐらいやんないと、なかなか技術的な検証難しいらしいんですよ。なんで、北朝鮮これ一発二発でしょ、こんなんで本当に撃てんのかっていうのはあるみたいですよね。核実験に関してもそうです。今の実験の回数だとね、全然足らないんですよ。だって、フランスなんてムルロワ干渉で100回以上やってますからね。そういうことなので、本当に北朝鮮がこれぐらいの試験で撃ってしまうのか。まあ、でもあの国はですね、その正確に目標を狙うというよりは、まあそこで届いて爆発すればラッキーみたいな程度でやる可能性もあるので、まあそうすると、こんなんでやっちゃうのかもしれないですね。で、次、まあ一応恐れられてるのが、洋上での、核爆弾の、爆発実験、やるんじゃないかと言われてるんですが、もうこれやったらもうアウトでしょうね。あともう一つその情報ではね、潜水艦発射。あ、そうです。ミサイルですか。SLBM ですね。これ今ね、発射台、新しい発射台ができたみたいで、で、衛星写真とかも公開されてましたね。これもまあ、実験するかもしれないですね。そうすると、ますますもうアメリカのこう、ね、逆金銭に触れていくという感じで、これはちょっと、まずいですよね。一歩一歩その、武力制裁に向けた、ステップが進んでいる今、状況にあるのではないかと。で、今日からは、アメリカと韓国の、演習がありますからね。そうです。ビジラントエース、何でしたっけ ?20 ですよ。18だけ忘れましたけど。230機航空機が参加するんですが、ポイントはですね、F22 と F35 が参加するんですよ。ステルスのね。で、この2機はね、北朝鮮から見えないんですね。まあ、この間B1 が飛んだ時にも見えなかったらしいですけれども、まあ北朝鮮はほとんど防空能力ないので、まあかなりの脅威になるんじゃないかなというふうに思われてますね、これはね。まあただその演習を行うということは北朝鮮はまた何らかの反応をしてくる可能性もあります。4秒と砲撃みたいなね、なんかまたやらかしてくるかもしれません。過去にありましたよね。ありましたよね。はい。どうすんだろうっていう感じですね。ということですね。さて北朝鮮のこの新型 ICBM の発射を受けて国連安全保障理事会、先月29日緊急会合を開き、アメリカのヘイリー国連大使が、原油供給停止で北朝鮮の圧力を強めるよう中国に要求し、国連加盟国は、にはですね、北朝鮮との関係を断つように求めました。まあ、ただし、北朝鮮への制裁強化に慎重な中国、あとロシアとの溝、まあ、これがですね、依然として埋まっていないと。まあ、それはそうですよね。ねはい。まあ、一応チャイナとしてはですね、はい、まあ、中立は保つとは言いましたけれども、はい、
まあ、完全に味方するわけではないですからね。で、ロシアに至ってはですね、ロケット技術とか供給してやがりますからね。アメリカに対してものすごい嫌がらせしてるんですよ。で、これはまあなんでかというと、ウクライナ問題でずっと経済制裁を受けてるんです、ロシアは。はい、で、その経済制裁を取り下げてもらうために、もうより意地悪なことをして、はい、その意地悪なことをやめてやるからお前もやめろみたいな、そういう交渉をするんです、ロシアってね。はい。はい、なので、その一環なんですね。そう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 。北朝鮮訪問していたロシア議会下院の超党派の議員団がですね、はい、1日にロシアに帰国して、北朝鮮はロシアの仲介の下で対話に応じる用意はあるという認識を示した。そうそうそう、こういうことです、こういうこと。はい、で、これで恩を売って、はい、で、ウクライナ問題もよろしくねと。まあ、ロシア経済苦しいですからね。まあ、今年はね、ちょっとだけ回復してるんです。はい。それはなんでかっていうとね、原油価格がちょっと上がったから。はい。あの国の経済ね、原油価格完全連動なので、シェールガスを全力で売られるとね、ロシア経済潰れるんですよ。値段下がっちゃうんで。はい。はい。そういうね、すごい単純な相関関係があります。はい。はい。そしてそのロシアがですね、対話へのこの自信を表明する一方、北朝鮮では、今月1日 ICBM 大陸間弾道ミサイル級のこの火星15型、初めて発射したことを祝う大会が開かれまして、アメリカが核戦争の暗雲をもたらすならば、アメリカという土地を地球上から消し去ると威嚇して、トランプ政権への対決姿勢を強調しているということなんですけれどもね。いやー、これね、どっちが威嚇してるんだって話ですよね。そうですね。恐ろしいやつですよね。いや、でもそれよりも何よりもですね、まあ確かにこの北朝鮮とアメリカの今、はい、模様ってのをお伝えしましたが、日本ですよね。はい、そうです。それこそ先ほどもう油がなくなっちゃったのかどうか、はい、その船がたくさんこの漂流して、はい、で無人島にあるね、はい、日本のあれですよ、漁師さんのね、はい、詰め所から家電製品奪って逃げようとして、はい、ね、それが途中で沈没したりとか、あと見つかりそうになったら海捨てちゃったとかね。そうですよね、で、あれも工作員が乗ってたんじゃねえかみたいな、船の大きさに対してなんか人間が少なすぎるみたいなね、指摘もあるので、あれ簡単に返しちゃいけないと思うんですけどね、とりあえず8に返しちゃったんでしょ、そうでしょうね。ね、だからちょっと、いや、大体泥棒もしてますから、ちゃんと日本の法律で裁かなきゃダメだと思うんですけどね、この辺どうなんだろうっていうところですね。まあ今の時点ではニュースでは、その、もしかしたらその小屋にあったテレビだとか、はい、そういったものと、まだ、はい、だから同じものだっていうのが確証が取れてないという状況なんでしょうね。あと、海に捨てちゃったものも、こちらが、日本側も拾ったようですから。はい、まあでも、これだけね、漁船流れてきてるってことは、はい、まあ、いざことが起こったら、まあ、武装海上難民みたいなのもね、難民のね、大体ね、何パーセントって言ったかな、15% ぐらいが平均武装してるらしいんですよね。はい、なので、そういうの紛れ込んでくる可能性があるので、まあ、麻生さんの発言をね、新聞はああやって叩きますけど、あれ結構あれですよ。確信ついてるんですよ。はい。はい。危ないんですよ。難民もね。それはかわいそうで逃げてくる人もいるんですけど、中にはその、難民に紛れ込んで意図を持って入ってくる連中もいるので、まあ、実際 IS なんか見てたらそうですよね。はい。こういうのに対してやっぱしっかり、まあ、対処をすると、もう来ると思って対処を考えておくことが大事なんじゃないかなと。そうですね。思うんですけどね。まあ、はい。大丈夫だろう、ではなくて、ね。じゃないですよね。今ね、海保も海上自衛隊も本当にね、もう人がカツカツでね、はい、で、こんなに忙しく北朝鮮に対応してんのに、うん、チャイナがほらまた東シナ海、はい、南シナ海来るでしょ、だこういうのも含めてですね、やっぱりちょっと国防予算、それから海上保安庁の予算、これ今の予算じゃ全然足らないので、防衛費 1% なんて枠はないんですよ、はい、先進国の平均は 2%、はい、だから防衛費はやっぱ10兆円、これぐらいやらないとダメだと思いますね。まあそれで大分な負担をすることでアメリカも日本のために戦ってくれると思うんで、日本人がまず先頭に立ってね、国を守るって意識示さなかったら、同盟国のアメリカだってお前いい加減しろよって思いますよね。ですよね。だからやっぱり日本が自分の国土はやっぱり国土ぐらいは自分で守れると、はい、いうことが大事かなと。そのためにやっぱり防衛費はやっぱ10兆円ですよ。足らないなら防衛国債出せばいいんですよ。はい、国防国債、ね。そしたら心ある人買いますから、みんな。私も買いますので、はい、そういう風にやったらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。はい、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんでした。時刻6時54分です。エンディングです。 JA 埼玉中央川越藩のオクラ米、おいしい新米5キロですね、プレゼント当選したお二人発表。浦和のまさちゃん当たりました、おめでとうございます。もう一方、カニみそさん当たりました、おめでとうございます。今朝のコメンテーター経済評論家常念司さんです。常念さん、はい、八重洲イブニング、そうなんです、12月12日ですね、トリキュープレゼンツ、来週火曜日、はい、来週火曜日、はいはい、やります、はい、なんとね、トリキュー弁当の予約が、はい、確か今日か明日から解禁になりますので、八重洲でトリキュー弁当食べたい人、スイートリ弁当というですね、はい、特製弁当ですね、食べたい人は、まあ、ぜひ八重洲イブニングラボで検索していただいてですね、チケット
ット買わないと買えませんので、はい、ドキュメントは、はい、あのそうですよね、チケット買っていただいてっていう、まず話を聞くお金を払っていただかないと、はい、お弁当だけならだけちょっとそれは蒲田で買えますので、蒲田の東口にあのお店ありますから、はいはい、であの今回テーマはですね、北朝鮮問題で、元海上自衛隊、伊藤提督、伊藤俊之さんね、テレビでおなじみのお呼びいたしまして、まあ、あの実務家としての北朝鮮有事ということで、はい、まあ、今後の展開をね、まあ、それまでの間にもし攻撃が始まってたらどうなるんだみたいなところもちょっと聞きたいなということで、まだチケットありますので、はいはい、あのお弁当、トリキュー弁当のみならですね、まずチケット買ってトリキュー弁当あのぜひ召し上がっていただければと思うんですけどね、まあ、はい、先ほども常念さんにお話伺いましたけどもね、はい、今日からその米韓の軍事演習がある、 そ、 まあ、それに対してもちろん何らかの反応というか、まあ、抗議はもう出してますが、北朝鮮側もね、はいはい、一方ではロシアはいやいや、ロシアが中心になって話し合いに応じるって言ってるよっていう、そうなんです、そうなんです、みんなね好きかって言ってますからね、ここからどうなるのかということで、まあ、あのちょっと情勢がですね、あらぬ方向に行くとも行かないとも限らないですね、まあ、あの経済制裁という点ではもうステップの一番上ぐらいまで行ってるので、はい、そこから上はもう武力行使しかないみたいな、そういう段階ですね、はい、はっきり言って、なので、まあ、年末年始あの一応まあ私はあると思って気をつけていた方がいいなと、なきゃラッキーなんで、あの一応投資家としてはあると思って、備えておくと、いうことが大事かなと思いますよね。あとあの国連安保理の議長国に今月から日本がね、あら素晴らしいタイミングですね、なったんですよ、これはもう神の、神の声ですね、はい、まあ、天皇陛下の上位もね、つつがなく決まったみたいですので、はい、もう2000年のパワーを持ってますからね、天皇陛下はね、すごいですから、はい、こういうのもあるのではないかというふうに思ってますよね。でもこの年末年始なんかちょっといろいろ動きそうだな、動きそうですね、はい、はい、今朝のコメンテーター経済評論家常念司さんでした。12月4日月曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外はまだ真っ暗ですね。気温は 6.5 度、北の風 4.1 メートル、浜松町ラジオ機のあなたの周りはいかがでしょうか、どういうお目覚めですかね。今朝の関東地方内陸部中心に冷え込んでますね、どうぞお出かけの方暖かくしてお出かけください。今日昼頃までは晴れるところ多いんですが、天気下り坂、午後雲が増えてくる見込みです。最高気温は東京、横浜、埼玉、前橋14度の予想です。夕方から夜ところどころで雨が降りそうです。折りたたみの傘があった方が安心ですね。東京地方今日は晴れのち曇り、明日は晴れ時々曇りという予報です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。常念さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常念さん、お月さん見ました？いや見てないです。あ、見てない？なんかあれもったいないな。え、なんだったんですか？今年一番大きい満月だったんですよ。あ、スーパームーンですか？そうそう、スーパームーン。もう何回か見たからいいですよ、もう今年で。もうそれも今日、今日もう本当に朝ね、こんなもう早く来なきゃいけないっていうのでね、もうそのプレッシャーでもう昨日はもう夕方6時ぐらいにはねもう寝ようかと思ってね。お、いいんじゃないですか？いや嘘ですよ。眠れるわけないじゃないですか、夜夕方6時に。もうね本当に何なんですかこれ、まだ夜ですよ。いやまだ残念ながらね、しかももうクソ寒いしね。いや寒い、今朝は寒い。これ今日月曜日ですよね、はい、しかももう12月になっちゃった。そうです、今年も終わりですよ。まあ1ヶ月切りましたもんね。もうね、ほんと世間ではね、仕事納めということでね。まだですよ。早い、早すぎますよ。大体20何日でしょう。カレンダーでいくと28日ぐらいかな。28日とか29。あ、そうです。もう、じゃあもう前倒しで、今日から、仕事納めということで。ちょっと3週間ぐらい早いですよ。もう納めて、もうこの3週間、疲れを取ると。1年間で、ね。いいね、冬のバカンス、ね。もう冬のバカンスでね、いいんじゃないかなと。ね、もう、 こうバカンスでもうほんとバカみたいになってしまうみたいな。本当にね。バカでござんすりゃ。いや本当ですよ。いやもうそれぐらいね、もう今年一年皆さんお疲れだと思うんで、今日はねもう本当会社はもう勇気を持って休むということでいいんじゃないかなと。いやいやいや、まあ、どうせほらあのさっきの交通情報でもね、電車ほとんど動いてない。いやいや、さっき交通情報しっかり動いてますよ。あれ、おかしいな、順調ですよ。私の耳には全部止まってるようにしか聞こえなかったんですけど。いやいや、あ、そうですか。順調、今日も遅延証明段ボール5箱ぐらい持ってきたんですけど。いやいや、それはね、またあの、まあ、次回にも使わなくていいと思いますけど。あ、なんかもうあの文化放送にね、電話が鳴り響いているということでね。もう本当にあの通販番組ね、あと30分出しますんで。電話が鳴り響いてるってのはどういうことかって、人がいないってことあと、あと30分ならね、あのあれで普通1枚の遅延証明とかね、はい、今なら3枚あの30分だけの、 あのいやいや、スペシャルサービスタイムということで、サービスしてどうするんですか常念さん。1枚リクエストいただくと3枚ついてくるみたいな。それで別に有料でもないですね。ダメですか。はい、分かりました。元気に頑張ってまいりましょう。そうですか、ね、もしかしたら年貢の納め時ということですかね。年貢、お代官様は年貢を納めますってことですかね。あと一月頑張ってほしい。いや、もう恐ろしいパワハラ放送局っていうのが判明しました。ですよ。いつか訴えてやると思う。共に頑張っていきましょう。共に頑張っていかなくては。
いけませんよね、はい。さて、今朝もいろいろなニュース入ってるんですが、これ毎日新聞の一面ですね、はい。北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさんの娘、キム・ウンギョンさんの夫の父親が帰還事業で北朝鮮に渡った在日朝鮮人だったことが関係者への取材で明らかになったというニュースなんですね。なるほどね。もう一回いきますよ。これ一回聞いただけじゃ分かんないと思うんです。先日ですね、11月15日に拉致されてから40年が経った横田めぐみさんがいらっしゃいます、ね。で、横田めぐみさんは生きているなんていうね、うん、そういう話もかなり強くなってきましたけれども、はいはい、その横田めぐみさんの娘さんがいますよね、はいはい。日本にも来ましたよね、はい、一時で。その娘さんの旦那さん、はい、旦那さんのお父さんです、はい。お父さんが帰還事業で北朝鮮に渡った在日朝鮮人だったことが、明らかになったということなんですね。これ帰還事業っていうのは、はい、北朝鮮が地上の楽園で素晴らしいところだっていうフェイクニュースですよね。当時朝日新聞が一面トップで何回も報じて、未だに訂正も反省も謝罪もしていないフェイクニュースで騙された在日朝鮮人の方々が北朝鮮に戻って、で結構行方不明になっちゃったという恐ろしいですね、もう集団拉致事件ですよこれ。在日朝鮮人の方にとってもね、とんでもない人権侵害なんですが、朝日新聞は未だにこの件に関して謝罪も訂正も反省も一切していないと、もうとんでもないフェイクニュースだということで、平戸市の市長がですね、もうこんなね、もう捏造報道ばっかりしてる新聞は公共性の原則に反するということでね、もう朝日新聞の購読やめたそうです。平戸市では平戸市長、平戸市長が、市役所とかそういう取るのね、はい、これ非常に勇気ある動きだなと。もう要はそのフェイクニュースを流すのは、人間だから間違いない、まあね、仕方ないですけど、訂正も反省もしないし、人死んでますからね。ちなみにプロレスラーの前田明さんのおじさん、この方も前田さん自身も在日朝鮮人で日本人に帰化された方ですけど、はい、前田明さんのおじさんがこの帰国事業を騙されて、で前田さんの、ね、親戚集め行くなと絶対騙されるぞって言ったんですけど、はい、行っちゃったらしいんですよ、はい。そしたらね、行方不明だそうです今ね。あらら、そうなんですよ。これもうね、人死んでますよこれ、とんでもないフェイクニュースですよね。で、未だにその、まあ、森友学園問題なんかでね、まあ、嘘ばっかり報道してますけれども、これに関しても一切反省がないと、で、まあ、衆議院議員の和田政宗さんなんかにね、何度も指摘されてますよね。安倍晋三記念小学校っても嘘でしたよね、あれもね。改正小学校、改正小学校です、あれ。フォントどう見てもね、安倍晋三記念小学校9文字ですよ、改正小学校5文字ですよ、入るわけねえじゃんみたいな最初からこれ言われてたんですよ。で、こういうのいっぱい出てきてるわけで、ね、全くその朝日新聞っていうのはこの帰還事業と同じでね、反省も謝罪もしないということは本当恐ろしい新聞だなと思いますね、はいはい。で、今回の記事は毎日新聞の一面なんですけども、はい、毎日新聞は横田めぐみさんのこの娘さん一家と日本との関わりの深さを示す新しい事実、風化が心配されている拉致事件への関心を改めて高め、解決させるきっかけにならないだろうかというふうに。いやー、これはね、難しいでしょう。簡単にはいかないですよね。まあ、あの国は本当にまあ、普通のですね、対話が成立しない国ですから、はい、今だって核兵器で全世界を脅してる国でしょ、なぜ毎日新聞はこういう甘いこと書くかなということですよね、どんな意図があるんだろうと私はね、勘ぐってしまいますよね、むしろね、はいはい。今朝もが安倍総理の成長戦略の一つとして議論している電波オークションの導入について、電波は国民共有の財産であり、有効利用されることが極めて重要だ、規制改革会議から積極的な提言を期待するとともに、提言を踏まえ電波を効率的に利用する方策を検討していくと話して、前向きにな姿勢を見せました。まあ、この電波オークションというのは、電波の周波数のですね、一定期間の利用、この権利を競争入札で決めるという方式なんですね。OECD 経済協力開発機構加盟国の、例えばアメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど、先進国で実施されています。というかね、導入してない国は3カ国ぐらいしかないです。日本も逆に考えた方がいいですね。逆に考えた方がいいです。はい、全部やってます、ほとんど。はい。で、日本はですね、原則総務省が審査して選ぶ比較審査方式というのが採用されています。旧民主党政権時代に電波オークション、この導入というのは検討されたものの、当時野党だった自民党の反対などで審議されず廃案となっています。痛恨のミスでしたね、自民党ね。この時やっときゃよかったのに。はい。これ、電波オークション、ジョネさん、ちょっとお話しいただけますか。これはですね、電波というのは、物理的に、もう
帯域が決まってるんですね、はい、これしかないっていうのがあるんですよ、ええ、で国民共有の財産ですから、はい、これをですねよりたくさん税金が払える人に払ってもらうのがいいですよね、うん、でなのでまあ要はオークションしちゃおうと、ええ、要はあの国有地の入札とかと同じですよ今、ええ、森友学園の問題でねなんであれが問題かっていうとあれ本当は競争入札でよかったんですよね、はい、ところがゴミ埋まってるんで、ええ、競争入札やると0円になっちゃう可能性があると、はい、むしろお金ちょうだいとゴミ処理費用ちょうだいになっちゃう可能性があるから近畿財務局の人がですねあの籠池さんって人が現れたんで、ええ、あこいつに騙して売っちゃおうと思って横島のことを考えたところから問題が始まったんですよ、ええ、まあ安倍総理の会は一体どこに出てくるんだみたいな話なんですよ、うん、なんですけどまあそれと同じでですね、はい、電波っていうのも本当だったら、ええ、ちゃんとね入札をして、はい、ねでこれもう何千億とかで売れるもんなんですよ、ええ、帯域を年間ね、はいそういう風にして国民共有の財産ですからしっかりお金取るべきなのに、ええ、なんと今のテレビ局、そしてこのラジオ局もですねほとんど電波料を払っていないというこの放送もただ乗りでございます皆さんすいませんいや待ってくださいそれは言い過ぎだと思いますそれはちょっと訂正させてくださ いだってねNTT ドコモとかね何千億払ってんですよ2000億とか払ってんですよ、ところがですね、はいまあ、このすぐ近くにある日本テレビすいません日本テレビさん5億円ぐらいしか払ってないんですよ潮止めですね潮止めですで日本テレビがまあ5億円で一番民放で払ってる方であと結構払ってないんですよほとんど、はい、テレ朝とかも全然払ってないの、売上何千億もあるのに、はい、数億しか払ってないんですよ、ありえないですよ、うん、で携帯電話我々料金にねあの電波料乗ってるわけですよ、はいね、ところがもう地上波は全くそれを負担していないと、まあ、テレビ局ラジオ局もそうなんですけどね、はい、でこれはやっぱり大分な負担をやっぱ求めるべきだろうと、ね、だって日本テレビなんて消費税増税が必要だとか言ってねニュースゼロでいつも言ってるじゃないですか、だったらお前ら電波料払えよという話になりません、ね、国民共有の財産ただで使わすなんて義理はないですよっていうことですよね、はい、まあちょっと個人的には勉強不足で申し訳ございませんまさかラジオ局にも人の子が飛んでくるとは詳しいことがよくわからないんで勉強不足で申し訳ありません、ということそうなんですね。これね、本当やらないとね、何が問題かというと、全世界的な流れは、多極化、多チャンネル化っていう流れがあります。はい、世界全体で、で、テレビとかオーディオ機器も全部それに対応した方向に今進化しています。はい、ところが日本だけは、このヘンテコなですね、この電波、ね、あの、比較審査方式という電波のこの既得権と、これに、こう、被せるようにね、決まっているテレビの企画があるんです。はい、アライブっていう企画があるんですよ。で、この企画でですね、もう地上波っていうのは、もう神のように正しいことを伝える電波だっていう、変なね、こう定義付けがなされていて、で、例えば皆さんのね、ご自宅にあるデジタルテレビのリモコンね、地上波のボタン、例えば NHK ね、東京だと NHK1 でしょ、はい、1から10億人にこうやって上げていくじゃないですか、ええ、そうするとね、結構上の方のチャンネルまで行くとまた NHK に戻りますよね、はい、これありえないんですよ。お普通はこういうのありえないんですよ、ええ、海外のテレビはそのままね、例えばまあ地上波で20チャンネルぐらいまで行ったら、はい、21、22、23、24ってもうそのまま700チャンネルとかぐらいまでぐーっとこう順送りできるんですよ、ええ、要はね地上波 BSCS ネットっていう垣根がないんですよ、はい、これシームレスっていうんですけどね、ええ、そのないんですで、ええ、あの見る方にとってはそれがどんな伝送方式であるかなんてどうでもいい話じゃないですか、ええ、見たいテレビチャンネルを見る、はい、以上ですよね、ええ、でそのことにそのテクノロジーの側はどう答えるかというと、見たい番号が例えば013チャンネルだったら、はい、013って押せばその見たいのが出ますよと、ええ、でプリセットのチャンネルしたければそれがリモコンで設定できますよと、はい、で最初に初期画面でそういうのが設定できるように丁寧な説明がありますよ、うん、これでユーザー十分じゃないですか、はい、なのにね日本のテレビはスイッチ入れた瞬間に地上波が映んなきゃいけないみたいな変な企画があるんですよ、しかもねリモコンキー ID ってね、リモコンの1チャンネル関東の場合 NHK、はい、自動セットやると NHK1 入るでしょ、あれ既得権なんですよ。ほリモコンキー ID ってアライブって企画で決めてるんですけど、これ全く何の根拠もないです、はい、アナログ時代にテレビ見てた人が、ね、1がだから NHK だったから1ってやると分かりやすいとか、はい、でデジタルになったらほら7チャンネルとかに変わったテレ東とかもありますけど、はい、そういうのもあのリモコンキー ID の権利ってどうやって決めてんのって話ですよね、はい、そもそもリモコンキー ID いるのかって話ですよ、うん、NHK って物理チャンネルは47チャンネルですからね、047で NHK が映るでなんか問題あんのと、はい、でそれを1にセットしたい人は各自やればいいわけですよ、うん、で例えばスカパーのフォックスチャンネルをね、ウォーキングデッドとか見たいから俺は1にしたいって人は1にセットできてもいいじゃないですか、はい、できないんですよ。 CS って切り替えてボタンを押さなきゃできないっていう非常に利便性が悪いんですよね、これ全部はこの既得権に被せてきたこの企画のせいだということで非常に大きな問題を実ははらんでいます。日本のテクノロジーの進化を阻害していますということで、はい、また後ほどお話をお伺いします、はい、時刻6時40分です。
今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。今朝もいろいろなニュースが入っていますが、日本経済新聞です。日銀の資金供給が鈍ってきたという記事がありますね。市場に供給しているお金の量の増加額、1年前と比べると11月 51.7 兆円にとどまり、2013年4月の異次元緩和開始以降では事実上最も低くなりました。物価がなかなか上がらない中、金融緩和この軸足が量から金利に着実にシフトしていて、市場ではあなたの周りの情報を教えてください。メールはtera@joqr.net、 ファックスは東京 03-5403-1151、 ツイッターも受付中です。番組のツイッターアカウントは@tera1134、 ハッシュタグは tera1134。 たくさんのメール、ファックス、つぶやきお待ちしています。お寄せいただいたメール、ファックス、つぶやきの中から抽選でお二人に JA 埼玉中央から川越藩のオクラ米、新米5キロプレゼントします。川越藩のオクラ米、清流豊かな荒川を越えた埼玉県米どころ川島町で生産されています。生産農家が丹精込めて育てたお米、産地で精米しています。この川越藩のオクラ米、たくさんのご応募お待ちしています。当選者の発表はエンディングで。時刻6時7分です。文化放送おはようテラちゃん活動中、今朝も7時までお送りしていきます。時刻6時12分です。12月4日月曜日、今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。改めて常念さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今朝もいろいろニュースが入ってきています。常念さんに話を聞くこのコーナー行きましょう。ニュース目玉焼き。まずはこのニュース。産経新聞、北朝鮮アメリカ側との会談8回提案。北朝鮮当局者が10月上旬アメリカの与党共和党系の研究者と接触し、北朝鮮外務省の北米局長との会談持ちかけていたことが3日に分かりました。これは核ミサイル開発へのトランプ政権の出方を探る狙いがあるとみられ、今回だけで、今年だけでですね、8回、仲介者を通じて北朝鮮高官との会談を提案されたということなんですが、提案は拒否したということです。北朝鮮側からアメリカとの会談をしかも8回提案しているということは、まあ、これ対話をする気があると見られるんですけれどもね。まあだから都合のいい条件をアメリカに飲んでもらった上で対談しようとしたので、それで拒否されたということだと思います。まあ要は核兵器の、はい、まあその所持をですね、まあ認めて北朝鮮のまあその、存在ですね、はい、安全を保障せえという前提で、まあそのアメリカを攻撃する ICBM は持たないかもしれないみたいな、そういうことやろうとしたのかもしれませんね。まあでもアメリカは同盟国との関係上そんな飲めるわけないので、断ったと。あ、そういうことなんですね。いうことだと思います。ただ会いたいじゃなくてね。はい、だと思います。条件がついてるってことなんですね、はい。核放棄するから会ってくれって言ったら多分アメリカ会ってると思うんで、核放棄を条件としないまあ会談の提案だったのではないかと。はい、だから、はい、まあ、8回の向こうから、北朝鮮側から、はい、アメリカ側に来たけれども、まあ、それは蹴ったということなんですね。そうですね。これね、10月上旬にね、CNN あたりが結構報じてまして、アメリカのですね、まあ、要はそのシンクタンクですよね、はい、を通じてですね、そのまあ、いろんなその北朝鮮の、元ですね、国際機関の職員ですね、こういう連中が接触をしてきてるっていうニュースがありました。すごい、いろんなところに来てると。で、ここの何でしたっけ、はい、この何財団でしたっけ、カーネギー国際平和財団。カーネギー国際平和財団以外のところにも、はい、いっぱいこういう話は持ちかけられていたみたいですね。そうなんですか。はい。で、北朝鮮の人でもね、一応国際機関の職員として、まあ、ほとんどスパイだと思うんですけど、国連人とかいるんですよ。で、こういう奴らが、まあ、北朝鮮戻ってですね、まあ、アメリカとのパイプがありますので、まあ、こういう人たちが、政府の意向を忖度してですね、こういう球を投げてくるわけですよね。で、アメリカ側にはまあ特にこの情報はキャッチされて、テレビでもニュースになっちゃってましたんで。はい、そうですか、はい。はい。で、その時も不調に終わったっていう話でしたが、まあ改めてこれを確認したってことじゃないですか、産経。それがまた出てきた、はい、ということなんですね。はい。さて、その北朝鮮なんですが、北朝鮮の中央通信3日、キム・ジョンウン朝鮮労働党委員長がタイヤ工場を視察したと報じました。北朝鮮先月29日に発射した新型の ICBM 火星15の移動式発射台に使われたタイヤ、これが製造されたとされています。北朝鮮は火星15発射した際に発射台の車体、あとエンジン、タイヤなどすべて国産化の突破口を開いた
だと主張しておりまして、金正恩委員長のタイヤ工場の視察、まあ、これを報じることで国産化の達成を示す狙いがあると見られています。まあ、これまで片側8つだったタイヤがね、9つに増えたので、はい、発射台のね、はい、その移動式発射台というふうにも言われてますけれども、はい、この北朝鮮の動きですが、これいかがですか。いや、北朝鮮であれなんですね、ゴムの木が生えるようになったんですね。ね、あとあれですか、そのタイヤね、発射台動かすガソリン、はい、あ、なんか石油も取れるようになったんですね、北朝鮮ね、独裁者が一言言うと石油湧いてくるんですね、面白いですね、うん、はい、これでもねまだそのね、輸出ストップというね、はい、輸出輸入をもう遮断しろって言ってるけども、いろんなとこから入ってきてるってことなんですね、はい、まあそうですね、だから、ね、国産化はさすがにゴムの木はないので、はい、できてないので、はい、まあ在庫を使ったのか、どこからまだ入ってきてるのかっていうことだと思いますね、いずれかですよね、はい、はいはい、続いてはこちら、日本経済新聞、法人税実質負担 20% に。政府は積極的な賃上げなどに加えて、あらゆるものがインターネットにつながる IoT など革新的な技術に投資した企業の法人税の負担、これを実質 20% 程度に引き下げる方針です。今週の金曜日8日の閣議決定を目指す生産性革命の政策パッケージに、集中投資期間と定めた2018年度から2020年度までの時限措置として盛り込むというものです。原案では賃上げ、あと設備投資に積極的な企業の税負担を国際競争で十分に戦える程度まで軽減すると明記しています。そして就職後に必要な技能を学ぶリカレント教育をはじめ、人材投資に前向きな企業の負担の軽減、これを深掘りするとして、条件を満たせば一定額を法人税の税額から控除し、 20% 台半ばまで負担を軽減するということです。さらに IoT、あと人工知能 AI への投資を念頭に、革新的な技術を使って生産性向上に取り組む企業には、この税の減税のですね、幅を上乗せすると、そして減税の条件を賃上げ、設備投資と革新的な技術への投資、まあ、この2段階として、これらを満たせば実質的な税負担を 20% 程度まで下げるというようなんですね。この日本の法人税の税率、来年度に 29.74% まで下がる予定なんですが、まあ、これよりもさらに下げ幅を広げるという方針です。ジョネさん、これいかがですか。まあ、アメリカはね、はい、税制改革で法人税 20% に下がりますから、はい、下げた方がいいんですよ。で、この措置はね、僕はやらないよりはマシだと思うんですが、いまいちです。今一つ、はい、なぜかというと、条件つけすぎですよ。でね、しかも AI と IoT とかね、もうだからもうそういう流行りもんでさ、やめてよって思うんですよ。これ昔ね、日の丸メモリーとか言って、ディーラムにアホみたいに投資してるときに、東芝がですね、開発したフラッシュメモリーという技術が、これがですね、韓国にただ同然で流出するんですよ。で、それなぜ流出するかというと、東芝がこのフラッシュメモリーの価値を全く分からずに、もうくれちゃうんですよ、ほとんど。そうしたらもうサムスンが死ぬほど投資して、で、フラッシュメモリーで東芝はボコボコにやられてしまうわけですよね。で、これまさに同じですよ。あの頃はディーラムって言ってたんですよ、メモリーね。で、今度はもう IoT だ、AI だって、そう、流行りもんで、ほらもう、官僚が鉛筆なめなめやってるわけでしょ、商売やったことない奴らが。ダメなんですよ。何が来るか分かんないんで、こういう枠作っちゃダメなの。もうラーメンへの投資だって、これ減税しなきゃダメですよ。はい。ラーメンだっていいの。なんだっていいの。その野菜でもいいし、はい、もう新しい農薬でもいいし、もう何だっていいんですよ。もうとにかくもう企業活動全部 20% 法人税すればいいじゃんと。そしたら何でもいいから投資活発化して、はい、で、なんかもう意外なところから技術出てくるんですよ。例えば半導体のシリコンウェアかなんかに、こう、すごくこう、ちっちゃい基板をね、プリントする技術って、あれ写真の技術から出てきてるんですけど、あれ日本の会社考えたんですよね。で、まさか写真がそんなに使えるなんて誰も思わないでしょ、はい、まさかこんなのがこんなに使えるって誰も思わないやつをやんなきゃいけないのに、IoT と AI とか決め打ちしてどうすんだよと。ピンポイントはダメってことなんですね。ダメなんですよ。大体だって官僚がそんなね、企業育てるぐらい頭いいんだったら、お前が会社やってさ、儲ければいいじゃんって思うでしょ、でもやらないでしょ、できないんですよ。偏差値の高い大学出てもね、商売通用しないの。厳しいの。わかった？って感じですよ。やってみと。悔しかったらじゃあラーメン屋で大成功してみと。はい、ラーメン屋以外でも何でもいいやと。はい、とにかくなんか会社って大成功してみと。はい。いう話ですよ。ええ、で、結局ね、現行大成功した人とかもね、偶然の要素がやっぱ結構多いんですよ。はい、ええ、だから、たまたまね、金持ちになった人も、累進課税でたくさん税金払いましょうと。はい。いう、こういう経済理論があるぐらいでね。ええ、なので、これ、なんかちょっと決め打ちして減税ってやめた方がいいですよ。ええ、うん。全員に減税いいと思います。条件つけずに。はい、幅広くね、ええ。はい。いいと思いますよ。やるんだったら。美味しいチャーハン開発したって減税でいいんです。はい、はい。続いてはこちら。読売新聞、
東京電力45社半減へ数千人を配置転換。東京電力ホールディングス、現在ある45の社を再編統合し、半分程度に集約する方向で検討していることが分かりました。支社の従業員およそ1万5000人のうち、数千人程度を新規事業に配置転換する方向です。東京電力福島第一原発の事故に伴って、事故のこの処理費用22兆円程度のうち、廃炉費用賠償金で16兆円、これを負担する必要がありまして、これらのですね、お金をどうひねり出すか、捻出するかが最大の経営課題となっています。大規模なこの組織の再編で収益力の向上につなげる狙いがあるということなんですけれども、この東電の方針ですが、ジョンネさんいかがでしょう。はい、私はですね、エネルギー安全保障の立場から原発は再稼働すべきだというふうに思ってはいますが、とはいえですね、この原発の事故が起こった時には、実はもうこういうことですね、事故が起こった直後にやった方がいいって言ってた立場なんですよ。ね、要はその国有化とかじゃなくても、私的に整理をして、もうその賠償金払って、で、もうこれで払い切れないので、すいません、つってもう万歳して、万歳した上で、送電会社をね、作ると、送電はね、絶対キャッシュフローあるんですよね。これは東電しかできないですから。で、送電会社のキャッシュフローと、あと発電会社はまあ多分分割して、原発とそれ以外と。で、原発はもう国有化するしかないですよ。で、原子力賠償基本法というね、原賠法がですね、非常に曖昧な規定になってまして、最終的に全部国が保証するんだか民間会社がやるのかよくわかんないみたいな、曖昧な規定になってるので、まあ今回の事故をきっかけにね、もう原賠法も改正して、もう国が全部保証するってことでやったらと、そういう安全安心な体制作った上で原発推進したらって思ってたんですけれども、なんかちょっとそっちの方向に少し向いたなと。思いますね。はい。要はだから、こう、あれでしょ、送電とかちゃんと、採算取れる方に人を集めに配置して、で、発電の方は結構今競争激しくなってきてるんですよね。そうですね。そうなんですよ。なので、まあちょっとそういうので、結構収益力が厳しいので、そっちは人の言うあんまりありませんよ、みたいな、まあ流れになるんじゃないかなと思いますね。まあ去年4月に電力小売りのね、全面自由化っていうのがありまして、東京電力の営業エリアの首都圏は、250万件以上の家庭向けの電気契約、東京ガスなどの新規参入企業に奪われる、まあ、こういう逆風も吹いてると、まあそうですよね、いうことのようなんですね。まあ、これで電気代が安くなればいいんですけどね、でも再エネの、ね、おかげでね、あれ皆さん見てます、電気の明細ね。そうそう、再エネのほら、課徴金というか、加算金あるでしょ、あれが多分1600円か。結構高いんですよ。で、再エネいいんだけどさ、ちょっとそれ、もうちょっと採算取れる形でやってくんないと。で、僕が提案してるのは、これ政府とか、他の野党とかでもほとんど全部方針同じなんですけど、原発今すぐは止めるの難しいんですよ。だとりあえず、代替エネルギーがしっかり開発されるまで動かして、動かすとほら、あれじゃないですか。結構儲かるでしょ、儲かった分から、その再エネの分さ、国民に負担させるんじゃなくて、電力会社出せよっていう、そういうプランを言ってる人結構いっぱいいるんですよ。だそのためにも、今は一時的にでも動かした方がいいという立場のさ、あんだけあるしね。動かせば、お金、ね、ガチャガチャ入ってくるわけですから、なんでそれを使わないで、ね、利用者に負担させんのって思いますよね。これはまあ、電力会社もどうこうできないんですけどね。国でそう決まってるからできないんですけど、ちょっとそれちゃんと考えた方がいいなと思います。はい。はい。以上、ニュース目玉焼きでした。時刻6時29分です。今朝のコメンテーターは経済評論家常念司さんです。この時間、常念さんにお伺いするテーマ、こちら、電波オークション導入の是非。菅官房長官、先週の火曜日記者会見で、政府の規制改革推進会議、将来の緩和縮小に向けた地ならしではないかとの見方も出ているという記事ですね。いやー、デタラメな記事ですね、相変わらずね。まあ、51.7 兆円に減ってるっていうのは本当なんですけれども、物価がなかなか上がらないなら、これ多分80兆円で、今までみたいに、80兆円では足らないので、160兆円にした方がいいっていう気持ちはいけないんですよ。それはなんで、量から金利にシフトしてなんみたいな、こんな言い方するんですか。イールドカーブコントロールのことを指してると思うんですけどね、で、これでは生ぬるいということで、新しく審議員になった片岡さんがね、もっと金融緩和できるはずだっていう提案を今しているので、そちらを注目すべきなのに、なぜか日経新聞はですね、量的緩和をやめさせたいみたいな。
それは、日本に200人ぐらいしかいない、再建ディーラーというですね、まあ、ゾンビどもがいるんですけども、まあ、こいつらが作ってるゾンビ村、通称に、日本再建村と言われてるんですが、こいつらの利害を代弁しているだけだということで、日経新聞は読者の利害よりも、その日本再建村の200人ぐらいの再建ディーラーの意見を代弁している新聞じゃねえかと、いうふうに疑われても仕方ないですよ。はい、これは、ね、こういう書き方しちゃいけないですよ。事実をちゃんと書いてほしいですね。はい、まあ、だってね、先ほど、ジョネンさんもおっしゃいました、異次元緩和っていうのがあって、はい、まあ、それも絶えず80兆ぐらいはね、そうぶっ込むんだと、そうですね、いうことが言われてましたよね。これ30兆円ぶっ込めないんだったら、私、日銀総裁いつでも交代しますよ。私、国民一人当たりね、毎月30万円配れて公約してますから、それぐらいぶっ込んだら物価なんかすぐ上がるんですけど、なんでそういうことを書かないのと、ね、貨幣数量説といってですね、お金を吸ったら物価が上がる、当たり前なんですよ。お金吸って物価上がらないんだったら素晴らしいじゃないですか。ね、税金取んのやめて、お金吸って税収にしたらって話でしょ。だそういう、もう、なんですか、これ、バーナンキの配慮法といってですね、ごくごく当たり前の常識ですよ。なんでそういう常識というかね、経済学200年の、まあこの知見ですよね。それを日本経済新聞という経済を名に関した新聞が、なぜそれを書かないんですかと。それ隠してるっていうふうにね、思われても、これじゃ仕方ないですよ、というふうに思いますよね。はい。はい。さあ、それではここからはですね、常念さんに、このテーマで話を聞きます。新型 ICBM 発射後の北朝鮮をめぐる動き。北朝鮮が先月29日およそ2ヶ月半ぶりに弾道ミサイルを発射しました。高度は 4475km と過去最高で、およそ 1000km 飛翔して青森県の西およそ 250km の日本の排他的経済水域内に落下したと推定されています。政府はこの弾道ミサイルについて複数の推進装置を備えた多弾式の新型の ICBM 大陸間弾道ミサイルで射程距離は1万2000キロから1万3000キロに達し、ワシントンを含むアメリカ全土、あとロシア、ヨーロッパも射程に入るという見方を強めています。この先日ですね、北朝鮮に中国習近平国家主席の、その特使が行ったんですけれども、結果的には効果なかったっていうことのようなんですけれども、この今回のこの大陸間弾道ミサイル発射、ジョネスさん、どういうふうに。いや、これはこの間ですね、米中首脳会談あたりから、ちょっと風向きが変わってきまして、あそこまではね、核実験をまあ、60日間停止すると、対話に応じてもらえるかもしれないという、希望的観測のもと、やってみたんですが、結果としてですね、まあ、米中首脳会談が行われ、で、首脳会談は一体何を決めたんだって、なんかね、もう本当に新聞テレビがピンボケな記事ばっか書いてたんですけど、実際には、まあ、圧力強めるということで、一致したというか、もともとアメリカがね、武力交渉した場合に、チャイナは中立を保つっていうね、ことを、まあ、往復書簡やってるんですよ。公開往復書簡を。皆さん気づいてないかもしれないですけど、環球時報とウォールストリートジャーナルの間で、もうとっくに公開往復書簡をやって、で、チャイナは、要はその体制転覆をしないんであれば、中立を保つ。で、アメリカは了解したっていう、もうやりとりがあるんです。で、それを、まあ、大統領と、まあ、独裁者の習近平の間で、確認をして、で、確認した上で、一応まあ、その特使が言ってですね、お前亡命するかなんかした方がいいんじゃないの、と。ね、言ったら、やだよと言って、拒否ったんで、じゃあしょうがないということで、少し物資をですね、まあ、チャイナが真面目に経済制裁を、まあ、やるようになったら、どうもガソリンがなくなったからかどうかわかんないですけどね、船がやたら漂流するようになって日本に漂着するようになりましたよね。で、それでアメリカがもう即座に、テロ支援国家再して、やりましたよね。そうすると、北朝鮮はこれどう反応するかですよ。なめんじゃねえって言いたいですよね。でも、口で言ってるだけだと相手にされないですから、ポチッとなってやっちゃったんですよね。それが今回の ICBM です。そういうことなんですよね。で、まあ、今回発射されたこの火星15型と言われてますけれども、ミサイルのこの能力はこれかなりやっぱり上がったと見なくてはいけませんね。これなんかね、分裂して大気圏外で分裂して落ちてきたので、当初多弾頭型かと思って、ちょっとかなり緊張が走ったんですが、多弾頭ではなくて多弾式ですね。まあ、三段ロケットみたいになっていて、で、まあ、それで、まあ、弾頭が、再突入した時にどうもなんかやっぱ壊れたみたいで、なので、まだ再突入技術は獲得してないだろうというところなんですけれども、もうこれ時間の問題ですよね。となると、これアメリカどうすんのと。そうですね。ね。これ、でも本当だったらね、これ海上自衛隊のね、伊藤俊之さんなんかね、元海上自衛隊の提督ですけど、言わせるとですね、こういう実験ってね、100回ぐらいやんないと、なかなか技術的な検証難しいらしいんですよ。なんで、北朝鮮これ一発二発でしょ？こんなんで本当に撃てんのかっていうのは、
あるみたいですよね、核実験に関してもそうです。今の実験の回数だとね、はい、全然足らないんですよ。だってフランスなんてムルロワ環礁で100回以上やってますからね。はい、そういうことなので、本当に北朝鮮がこれぐらいの試験で撃ってしまうのか、まあ、でもあの国はですね、その正確に目標を狙うというよりは、はい、まあ、そこで届いて爆発すればラッキーみたいな程度でやる可能性もあるので、はい、まあ、そうするとこんなんでやっちゃうのかもしれないですね。で次、まあ一応恐れられているのが洋上での、はい、核爆弾の、爆発実験、はあはあ、やるんじゃないかと言われてるんですが、もうこれやったらもうアウトでしょうね。あともう一つその情報ではね、はい、潜水艦発射。あ、そうです。ミサイルですね。はい。SLBM ですね。これ今ね、発射台、はい、新しい発射台ができたみたいで、で、衛星写真とかも公開されてましたね。これもまあ実験するかもしれないですね。そうするとますますもうアメリカのこう、ね、逆金銭に触れていくという感じで、はい、これはちょっと、まずいですよね。一歩一歩その、武力制裁に向けた、ステップが進んでいる今、状況にあるのではないかと私は。で、今日からは、